2月24日、時刻は8時を回りました。今週も始めていきたいと思います。町伝情報局です。ということで、ですね、今日ちょっとゲストの方、お見えなんですけども、ちょっとその前にですね、やらざるを得ないコーナーが少しありましたりですね、オープニングがあったりとかしましてですね、まあちょっとだけ時間をいただきたいなと思っております。ちょっと隣で iPad がですねずっと喋ってますが、ちょっと今一番気になってることがですね、今イギリスの方で起こってまして、ね、モータースポーツ好きな私がですね、今年の、ね、F1 好きで F1 のニューマシンが最近発表されて、今現在ですね、イギリスの方で1台発表されるということで、ちょっと脇に置きながらですね、ちょっとなんかコトコト始まっておりますが、まあそれはご了承くださいということで、町伝情報局なんですけども、いろいろありまして、いろいろあったかなかったか、まあ微妙なんですけどもね、まあそんなこともありますけど、町伝情報局今週もスタートです。はい、改めましてこんばんは、町伝情報局のめいめいヤギです。よろしくお願いします。ゲストのために私半分しか映ってません。まあそれもいいかなと思っております。さて、まあこの後ね、ゲストの方にといっても、もう皆さんね、誰が出るのかというのは大体分かっていらっしゃると思いますが、まあそれは置いておきまして、ちょっとまだね、いろいろと、もう目の前いろいろとですね、頭の中パニックっておりますが、まあまずこのコーナー行ってみたいと思います。これで3回目になるのかな。ですね、本日の夕食ということで、私が何を食べたかということをですね、これから発表したいと思います。今日食べたものはこちら、ででん。ここ町伝大手門スタジオから2番目に近い食堂ポルクさんで、今日ですね、コロッケ詰めとんかつという定食をいただいてまいりました。美味しかったです、本当に。とんかつの肉をですね、肉の中にクリームコロッケね、クリームコロッケの具材を入れて揚げたものなんですよ、これ。もうすいません、病みつきになりそうでした。また機会があったらというか、また食べたいですね、これね。本当にちょっと楽しみな今日の夕食でした。まあね、隣で一生懸命発表してるのを見てるのですね、目がそっちに行ってしまうという、ちょっと本当にダメな私でございますけどね、本当に。まあそんなこともありましてね、あれどこ行っちゃったんだ、ちょっと待ってくださいね、音声途切れるかもしれませんね。あ、大丈夫でしたね。ということで、ですね、これからね、これからは町伝情報局スタートになりますが、よいしょとね、ということで本日の夕食のコーナーも終わり。さてですね、ですね、ちょっと置いといて、ちょっと置いといて今日の今週新聞各紙がいろいろと報じておりますが、昨年の大河ドラマ真田丸の、ね、経済効果が県内で200億、上田市内で68億あったというお話がありましたが、皆さんはどう感じましたか？ぶっちゃけね、そんなに経済効果があったのかって話はちょっと実感ないんですけど、ね、もうちょっとなんかいろいろできたのかなとも思いますけどね。まあこれからですよ。そこにも書いてありました。で、今新しいドラマ始まってますけどね、そちらの方でどこだっけ、浜松の方だっけ、ドラマ資料館あるらしいんですけど、書いてありました、駅から近いのが良かったんじゃないかって。書いてありました、ゆっくり行っても徒歩15分。今回の浜松のところ、聞いた話によると新幹線電車使ってそこから50分ぐらいかかるって、なんか大変なことになってるって話ですけれども、いやー、すいません。
ませんね、ちょっと違うもん見てまして、脇の方でこんなもん見せたらシャレにならないんで捕まっちゃうんで見せませんけども、いやー本当にですね、ね、今日はね、楽しいゲストの方お招きしておりますのでって言っていいのかどうかね、もう去年ね、去年おそらくゲストの中で一番出ていただいたかもしれません。あのうちの準レギュラーとして昨年は本当に出ていただいた方でございますね。いやまあまだね、なんだろう、なんて言えばいいかな、まあいろいろとありますけれど、ちょっと待ちくださいね。いろいろとね、今日なんかねテンパってるんです、私も。で今日なんですけども、メッセージテーマあります。真田の里である上田の魅力ね、ありましたらぜひこちらまで連絡いただきたいと思います。半分ちょっと違うものを見てて iPad 起動してない状態なんですけど、ちょっと違う方向でちょっとやろうかなと思っておりまして、ちょっと待ってくださいね。なんかいっぱいいっぱいいっぱい来てますよ、もうすでにね、もうすでにですね、ですね、いろいろと、いやなんかちょっと質問まで来ておりますけどね。さてどこから進めていけばいいんでしょうか。まあどうしましょうかね。一件、ペンネームななこさんからいただきました。今後の観光面などについて上田市の改善点は何だと思いますか。開かれた行政あのね、なんだろう、交通もいい、あ、ね、交通機関もいいんですけど、なんだろうね、あの実際のところドラマ感あって、あの潤った、じゃあ潤ったんですけど、103万人入ったんですけど、なんかね商店街の方までそんなに人来なかったっていうのもありまして、またちょっとその辺をですね、市民の皆さんと一緒にですね考えて、いろいろとですね市の方に提言できればいいかなと思っているんですけれども、よろしいでしょうか。よろしいですか。よろしいですか。あ、はい。じゃあちょっとですね、私のおしゃべりだけではですねどうにもこうにもならないということで、どうぞ来ていただきましょう。どうぞ。いただければ分かると思いますけど、なんて紹介してればいいんでしょうか。うーん、けど実際もう 7代目でいいんだよね。だから、ね、歴代いるじゃないですか。そうですね、まあそうですね、いるから元観光おもてなし部署の7代目長いんだよね。長いんだよ。長いんだよね。そうですね、ちょっとややこしくて申し訳ないんですけど、 元雪村です。でお疲れ様でした。まずお疲れ様でした。いやいや、なんかね、上田を離れるという話を聞きまして聞きまして、はいはい、ちょっと、ね、いろんなね話をしていきたいなと思いまして、はい、ちょっと来ていただいたわけなんですけれども。そうですね、ありがとうございます。いつも招いていただいて。とんでもないです。今日は酔っ払い来ませんので大丈夫だと思いますけど、酔っ払い後じゃないですか。一回ガーッと来て、あーいろいろありましたけど、ありました、ね、ありましたけど、ありました、今日はないと思いますけれども、それにしてもですよ、積み始めたのが2年前でいいのかな。去年、いや去年ですね。去年の2月2日からですね。ちょうどほぼ1年、丸々1年。そうですね、そうね、1年とちょっと、まあ、そうですね。そうですよね。あの2月2日は仙台佐野岳が記録があるんですけど、うん、雪村湖のお誕生日らしいです。そうなの？マジっすか？偶然ですけどすごいわ。その日に来た。そうなんですよ。で、何のためにその日に来たかっていうと、はい、2月3日の山鹿神社の節分祭で豆を投げるために来たんですけど。あー、そういうことか。そういうことか。いや、私はね、また違った形で節分にも、うん、また携わらせていただきまして、ええ、ね、なんかで神社で始まって神社に終わるみたいな。まあね、ゆかりのある神社ですからね。はい、
かげさまで。いやいやいや、で今日ね、いろんな方に上田の魅力についてちょっとですね、メッセージいただいてるんですけれどもぶっちゃけね、住む前、はいはい、だからその去年の2月の2日前、うんうん、で1年通してみて住んでみて、はい、変わったことなんか今までのイメージと変わったっていうか、なんかあります？変わったことっていうか、こうじゃなかったかなってないけど、逆に魅力発見できました、上田の魅力。まあそれはたくさんありますけど、なんかね、もうね、1年前の記憶ないんですよ本当に記憶喪失状態。なんかもう去年1年間いろいろあって、なんかね、そもそもここに来る前どうやって生きてたか分かんないっていう、まあ、状況です。まあすごかったもんね、去年1年間本当にね、毎日なんかあったり毎週末なんかあったり、おかげさまでね、本当に。そうで、なんかイベント行くたびいましたもんね。そうですね、いましたね、なんか、あ、ヤギさんどうもみたいなここにもいたんだみたいな、そうそうそう、どこにでもいるみたいな感じで。だけど本当去年はね、先ほどもちょっと言いましたけど、ドラマ館で100万人突破という、はいはい、初の NHK ドラマ、大河ドラマ館初の100万人超えっていうね。そうですね、先日私ナオトラのドラマ館も行ったんですよ。マジっすか、行ってきたっすか、行ってきたっすか。行きましたとも行きましたとも、で来ていただいたんですから行かないと。けど遠いらしいじゃないですか、うん、公共機関を使うととても大変だって書いてあったけど、今日新聞。そうですね、ただ車で行く分には大変優しかったですよ。あ、そうですか。私愛知県の方から高速乗って3日便インターチェンジで降りて、はいはい、それからすぐ行くんですけど、そこからもちょっと行くたびにこう直虎ドラマ館直進ですとか、あ、乗ってるんだ、こまめに出てるんで、行き道はすごく分かりやすいなという印象なんですよ、ただそうか、公共交通機関のことを考えてなかった。そう、そっちで行くとなんか大変だって今日新聞ね、洗えたら読んでるんですけど、今日かなり、なんでこの時期なのか分かんないですけど、かなりもうなんか経済効果について日経から、あれどっちだっけ、毎日かな、書いてあったんで。そうですね、結構いろんな新聞で取り上げてますよね。そうすごかったんだよねっていう、確かに去年はすごかった、すごかった。まだこの時期はそんなんでもなかったんだけど、3月の桜の時期からですよ。そうだよね、そのぐらいからもうなんかおかしかったもんね、ある意味、まだこの頃って雪が降ってたじゃないですか。あ、はい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 、はい、雪が積もってる頃は全然人来なくて、大丈夫かなぐらいの、あ、この先ね、そう、うん、これ本当人来んのって心配だったんですよ、そしたらもう桜の時期から大行列になっちゃって、慌ててその後ドラマ館とかもレジ増やすとか、あ、そうだったんだ。そう、最初の予想を上回っちゃったんですよ、そのこんなもんだろうと思ってたら、だからもうレジも増やしたし、あの売店の方ですよ、レジ増やしたし、そのレジの入り方、どうしたらこうスムーズにいくかとか、もう行列がすごくてレジ待ちの、どうしたらそれを解消できるかとかを、もう後から考え始めた感じですよね。っていうことを経て、この間のドラマ館行くと、なんか今もう5万人突破したんですよね、おナオトラのドラマ、はい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 、あ、幸先いいじゃないですか。そうなんですよ、まあここと違って静岡は雪降らないし暖かいので比較的、早いうちから行きやすいのかなと思うんですけど、そうそう、なかなか ね、まあ、ね、今回見てまして、はい、長野県も一応ゆかりのあるんだなと思いまして、高森町、はい、高森町の、ね、とあるお寺さん、はい、実は知っているんですよ、あのお寺さん。あ、個人的に前からなんかつながりがあったんですか。そう、というかあの辺よく行ってて、はいはい、車で運転していくと、いろんな道入っていくのが好きなんですよ、一番最初はオーソドックスに行くんですけど、その後は違うとこどんどん入っていくんですけど、いいですよね、楽しいですよね。楽しいんですけど、それで行った時に、なんだこのお寺は何だろう、最初全然知らなくて、こんなとこ、こんな高台のいいとこにお寺あるんだみたいな、それが今見たら、あれあれ、あそこのお寺ってっていう、
お前知ってんのかって、うん、知ってる、ここの寺何度か顔っていうか行ったことはあるけどみたいな。本当にね、本当にだから高台っていうか高台のいいとこにある神社なんです、お寺なんですけど、うんうん、ちょうど国道高台、その上に、広域農道で高速なんですよ、うん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 、本当にいいとこにあって、あ、なるほどなと思いましたけどね。いいとこ、いいとこに10年もいたんだなと思いながらも、まあでも本国追われてるっていうとね、そう、それはちょっと ね、そんなこともありまして、うんうん、いろいろと今年もね、はい、面白い大河ドラマ見てますけれども、はい、いや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 、ね、いやでもドラマ、それでこの真田丸をきっかけに若い人が大河ドラマを見るようになったじゃないですか、はい、あ、変わりましたね、変わりましたよね、変わった変わった、だからそれがやっぱり直虎にも引き継がれてると思いますし、うん、今今度4月から風林火山がアンコール放送始まるんですよね、うん、風林火山って、あ、もう何年前だったかな、あの山本勘助、山本勘助なんです、あの真田丸の家康公だった方が山本勘助やってる、そうだよね、うん、あれね、そうそう、あれあれまた上田いっぱい舞台、え、あれあれこそ一番上田多いんで、そうですよね、あれほ、あれだから4ヶ月ぐらい上田使ってるんじゃない多分、しかももう真田家が準主役級の扱いだし、そうもう雪高おじいちゃんかっこよすぎて反則ですよ、あれあれかっこよすぎっすよ、かっこよすぎですよね、あれはかっこよすぎですよ、もうね、マルロスの人はもうぜひ見るべきですよ、そしてまた上田に来てほしいですよね、いいですよ、だって、うん、遠い市場の話ありの上田原合戦ありの、はい、そうで、それでだから結局そのね、川中島の決戦が最後なんだけど、その前ってこの辺もあるから、ありますね、ね、最初ね、確かね、どこだっけ、どっちだっけ、長和から、立品に行く峠のとこで立てたつかね、山本勘助と会うんです、確かおじいちゃんが、確か、あ、あそこだったんだ、そう、あそこで会うっていうシーンがあるの、確か、あ、そういうとこから、だからもうかなり初めから、出てるんですよ真田が、ね、うん、なんかずっとなんか脇役のようだけどずっとね、そう、チラチラ出てるんですよね、チラチラ出てるんで、そう、いや、ね、もうね、板垣が、板垣渋かっこいい、板垣さん、もう私お墓行きましたよ、あ、上田原の あれね、あれだからちょうど風林火山やってる時何にも整備しなかったんだ、あれ、でもそこに看板立ってましたよ、うん、だからあれは放送後、放送後、そうなんだ、そうなんだ、残念だな、それは、あれはあの時はもうだって散々言ってたもん、あの時本当上田氏ゴテゴテで、うん、何もなかったから、生島さんにも駐車場がほとんどなく、あの入り口のとこあるけど、うん、裏にはバス用のもなかったし、うんうん、いろいろありましたけどね、さな、そうです、塩田城とかも結構出てますしね、うん、あそこすごいんですよ、急で、私あそこ行ったことないんだな、あそこはすごいっすよ、あそこは行くなら春とかの、まあ、じゃあ急ならね、そうですね、急っすよ、あそこ、そうね、もうちょっと落ち着いた、もうちょっと落ち着いた方がいい、ちょっと普通に行くよりもちゃんとした装備で行かないと危ないかもしれない、本当、そっか、いやーねー、もう風林火山、私はそれがもう楽しみで、4月からそれでまた再燃してくれるといいなと思うんですよ、うん、で私ツイッターでも、はい、風林火山のことをちょっと真田家すごいかっこいいから見てって書いたら、あれは超かっこいいっす、かなりリツイート数が多くて、へー、もうなんか80リツイ、まあ80で多いって言っていいのか分かんないけど、多いです80リツイートとか110ファボぐらい出て、それだけ注目度が高いってことじゃないですか、まあそうですね、うん、だから、まあ、直虎も見ながら風林火山も見ていただいて、なおかつ、4月21日にDVD とブルーレイが真田丸の出ますからね、出るんだよね、なんか聞いたら、はい、いろんなとこで知り合いに聞いたら、あれは欲しいよねとかって予約したって方結構いますよ、私も欲しいですけど、結構いますよ、なんかちなみに発売日私の誕生日なんでよろしくお願いします個人的なね、個人的な中身の話ですいませんけど、いやいや、だけどね、大河ドラマ、そう、ちょうどねこの間ね、あのレンタル屋さん行ってちょっと見るもんなかったんじゃないんですけど、ちょっと見てましたら、何を見ようかなと、ちょっと風林火山手出そうと思ったら一巻がなかったんで、あ、順番で見たじゃないですか、あ、ない、どうしようかなと思って、うーんと見て
スッと取ったのが5でした。あ、5 5、ね、あれも出てくるから、あれもここ出てくるから。そうか、あー、5の旦那はここ、 旦那来てるから、ここに、あのなんだっけ、あのイケメンのあの人、あ、イケメンの名前が思い出せない、なんだっけ、ね、あ、何でしたっけ、何でしたっけ、まあ、みんな多分あーって見てる、あー、そうそうそう、ね、その話もここであるので、はい、そうですね、なんだかんだっていろんなとこで、大河ドラマじゃないんですけど、うんうん、江戸時代ちょ、うん、前ぐらいの話などちょいちょい出てくるんで、うん、この辺、そうですね、うん、もう確かに結構出てくる、すごいな、意外とびっくりするぐらい出てきますので、うん、そこ、いやー、ね、なんかね、また独特とメッセージ来てますね、いただいてますけどね、どこからどう説明していいのか、説明どうし、もう順番に、順番にいきますか、順番にどう、このね、あの今朝からいっぱいいただいてる方が4通ほどいただいてるんですけど、私これ、あの俺が読むと恥ずかしいんで、でもね、これ私が読んでも恥ずかしいって話ですよ、どうしましょうって話なんですけど、なんか自分で自分をなんか自画自賛するみたいな、いいじゃないですか、行きましょうよ、いやいやいや、このありがたいんだけど、あの自分で読むの、うん、自分で、そうですか、うん、これはもういきなり、あのなんか愛があるので、そこには、あれ、どれが一番最初、これが一番上、上からこうなってて、最後も言ってるんだけど、何かどうぞ本当に私が読むんですかこれ、うん、ありがとうございます。ですね、ペンネームルイさんからいつもツイッターとかでも ありがとうございます、ありがとうございます、4通、朝から4通のメールをいただきまして、じゃあまず1通目からいきます、はい、お願いします、はい、真田氏の愛した場所なんていうとかっこつけた優等生みたいだけど、私の大好きな真田信綱が絶対帰ってきたいと願ったんだろうなと、真田氏本庄跡から街並み見てると思えてきます、本庄跡から見える景色が何より好きです、というこの1通目、ねえ、ほんとね、ルイさんね、の真田信綱公の大ファンなんですよ、あ、そうなんだ、うん、ね、私もあの神社で引退劇、うんうんうん、通常であれば、うん、まあね、お城下で劇やって引退になるんですけど、はいはい、今年それがなかったんで、神社で引退劇やらせてもらったんですけど、はい、その時にあの神社からの、ね、ご要望もあって、これから真田信綱公と政輝公をフューチャーしていきたいということだったので、あの信綱公の役で最後終わらせていただいたんですけど、うんうん、やっぱりそのね、私の前に4代目も夏の本庄跡で、あの長篠の劇をやってらっしゃるんですよ、阿部周平さん、あ、そうなんだ、うん、だから私が初めてではないんですけど、本当ね、彼もいろいろ教えてくれたんですよ、うん、私が引退劇で信綱公をやりますってなったら、はい、その時使った陣羽織とかもくださって、なんか本当その志を受け継ぐみたいな感じで、本当に感無量だったんですけど、うん、演じるにあたっていろいろ調べると、本当にね、一番好きになったって言ってました、彼も、あ、信綱さんね、信綱さんね、新興寺ありますね、はいはい、新興寺に眠ってらっしゃるけど、なかなか行かれる方がいないよ ね、多分いないと思う、いないんですよ、ちょうど長篠って、うん、大河ドラマ前にもなかなかこうメインで出てくることないじゃないですか、ないね、ちょうどその後か先みたいな、うん、ちょうどないんですよね、その微妙なんだよね、そうなんですよ、あの辺微妙なんだよね、本当ね、いい話だから、そういい話なんだけど、どっちにしろ真田、武田の方はこうそうそうしぼんでいくから、ラストにすれば持ってこいだから、そう、ね、大々的にフューチャーしないし、うん、かといって織田の方もそんなに気合い入れてる、あれもね、流れの的にはもう何一気に駆け上がるところだから、そうそうそう、なんかこう真田にまでこう言及が及ばないというか、うん、そうそうそう、ね、ありますよね、ええ、いや本当こともあります、調べると本当、ね、なんてかっこいいんだ、かっこいいですよね、うんですよ、これが、でもだからみんなにも調べてほしいなですね、いろいろと皆さん調べていただきて、調べて、そうそうそう、もっとね勉強してもらいたいっていうのがありまして、うん、私もちょっと検証活動頑張りたいなと思うんですけど、はい、はい、で2通目いきます、2通目、はい、
上田そして真田の里を通して素敵な出会いかけがえのない出会いをもたらしてくれたこと、七代目雪村様を務めた平野穂高さんとの出会いもその一つです。ありがとうございます。なんかもう自分で言うの恥ずかしいからけど ね、 ちょっとそれは読んでもらった方がいいかなと思って、いはい、3通目、3通目、うん、真田愛がすごいと思います。きっとそのおかげで私の大好きな信綱公の菩提寺も守られてきたのだろうなと思えるのです。地元、これはね地元の人がな、うん、地元の人が真田愛がねすごいですからね。すごいですよね、確かに、うん、こんなに残ってるっていうかね、うん、本当になんか昔から守ってるとしか言いようないぐらい ね、 ね、皆さん守ってます、ね、なんかもういろんなお家の方が実は真田家の末裔とかね、そうなんか話聞くとすごいさらっと言うじゃないですか、さらっといるんですよね末裔のそのなんだっけ、もう真田家じゃなくてもその家臣の末裔の方とか、そう普通に言うからね、あの人いるからね、おかしいよあそこの人たち、まだいるもんって言ってて、うん、言ってはいるんだけど、それで別にだから何代みたいな、そう普通の当たり前のように、そう当たり前のことに話すから、そうそうそう、しかも当たり前のようにね、ちゃんと真田をまだ守ってますからね皆さん、そうすごいんですよ、すごいですよ、まあ、もちろんね松代も松代ってすごいんですけどね、松代もすごかった、うん、ね松代はちゃんと真田会っていうのがあって、家臣の方々がいまだにね、真田家の今のご当主様、うん、慕っていらっしゃるんですけど、またそれとは違った感じですよね本当に真田の、確かに、うん、なんか違う感じはするんだけど、なんかすごいよね向こうも、ね、なんかもっとね、もっとなんだろう、フレンドリーじゃないけどそんなね格式張ってないんですよね、うん、うん、そんな良さもあると思うんですよね、ありますあります、じゃあ最後の一通、はい、七代目雪村公を務めた平野穂高さんと出会えたのも上田が好きだったからこそ、そしてなかなか行けなかった真田の里へとご縁をつないでくれたのもその平野さんでした、穂高さんがいなかったら市外から出ることもなかったかもしれないです。今となってはむしろ市街地より居心地のいい真田の里となりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私の大好きな信綱公を好きになってくれて嬉しいです。なんかいつもと同じことしか言えてない気もするけど、感謝してもしきれないくらいもがいて頑張ってる姿は忘れない。これからも上田や真田の里大好きでいてほしいな。また上田や真田の里で会いたいです。ありがとうございます。本当にね、だからね、去年とか去年去年去年か去年来てから、うん、どれだけの人にこの地の良さだったりとかそのものを伝えてきてるか、押し付けてない、大丈夫だ、ね、いや押し付けない、伝えてるってことでやっぱり本当ですか、だからそういうこと考えると今日、うん、活動してきたことに意義はあったと思いますですかね、うん、なんか本当に私何あれ真田丸のそれこそなんだ九度山に大阪から使者が来た回あったじゃないですか、うん、あったあった、あの時にキリちゃんが、うん、信重さんにあなたは一体何を残せたのみたいな言うじゃないですか、うんうんうん、あれがね胸に刺さってなるほどね、あれタタサークル真のみんなと見てたんですよ、あ、ね、ちょっと一人はね、うん、もう面白い面白いって言ってて、一、うん、人はひたすら片桐勝元さんに同情して胸が心臓が痛い心臓が痛いって言ってて、うん、私はもうひたすらそのキリちゃんの言葉が胸に刺さってもうなんかチーンってなってましたけど、本当自分ってなんか何ができたんだろうなっていややっぱ思っちゃうんですけどね、いやなんだろう、観光大使としての役目は間違いなくできたと思います。だとしたらいいです。だってなんだろう、まあドラマもあったかもしれないけど、うん、だって沼田に生まれたよね確か、あ沼田はね行けなかったんですよ、行けなかったんだ、ツイッター上では交流があったんですけど、だけどなんかいろんなとこ行ってたじゃないですか、そう、あの岩光と、あ、岩光か、あと練馬と、練馬も行ってんの、練馬はね、竹志村の元々姉妹都市だったので、そうかで、それで毎年呼んでもらってたんですよ、あ、毎年って言っても去年からかな、んけどね、だけどそういうこと考えるとね、どれだけ影響力あったかってことですよ、ありがたいですけど、まあ確かにね、本当岩光は本当に今年初めて歴代の方は、そうそう歴代初なんだよね確か、そうそうそう、それは本当にありがたかったですし、
まあ、個人的に九度山行ったんですよ、5月の九度山サラダ祭りに。はい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 。そこでまあ歌ご縁が、あのまあできて、まあ、個人的になんですけど、はい、ね、いろんな方と交流できて、うんうん、なんか未だに今年も来てほしいなって言ってくれる方がいたのは本当に嬉しいですけど、うん、まあまあ勝手に行っちゃいますけどね、呼ばれてなくても。まあね、行くのは全然誰行っても問題ない。そう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 。だけど本当にね、いろんなつながりが今年だから、あっという間だったじゃないですか。そうですね、もうね、多分ね多分なんだろう、一番忙しかったかもしれないよ、多分そういうことに関して言えば。多分下手で市長より忙しかったかもしれない。いや、それはな、でもほらやっぱり武将隊の方が一番忙しかったと思いますよ。まあ確かにね、けどね、本当だってもう毎日ね、ちゃんと門の前に立って、ね、立って、そうそう、あれはすごいと思うよ、やっぱり。あれはすごいと思う、やっぱりこっち見ててもね。ね、だからそれに匹敵してたと思いますよ、俺本当に。うん、ありがたいです。いろんなとこでね、あの、なんでここで呼ばれてるのかわからないけど、いたけどというイベントもあったじゃないですか。あったけど、うん、けどやっぱりなんだろう、来てる人たちはそれを期待してるというか。ありがたいですけど、うん、来ててはだ、なんだろうな、やっぱりだから上田には真田っていうのが、うん、うん、それを定着はしてるんだろうけど、うん、だから市民のみんなが今まで以上に意識した年、去年。そうですね、うん、今まで以上に全く意識しなかったじゃないですか。で、我々自体も住んではいるけど、うんうん、意識しないんですよね、やっぱり。まあ、今回本当にどんだけ人気があるのかっていうのがよく分かりましたね。あ、確かに、それは確かに感じました、うん、市民がびっくりしたの、なんでこんなに人来るのっていう、ね。まあ、それで逆にもう本当にもう大変だったよって人もいると思うけど、います。去年だって、去年の真田祭り、あったじゃない、4月祭りあったじゃないですか、はい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 、あの時の人の数ってのはすごかったからね。いや、だって草刈正雄さんとその他にも芸能人いっぱい来ちゃったもん。すごかったですよ、もうみんな草刈正雄さん見たさに。ええ、ね、聞いて、ね、知ってるんですけど、このスタジオに1回来たんですよ、8時ぐらいに1回、うんうんうん、もうこの交差点の四隅、うん、座ってましたからね。もうだってね、来るの分かってるからって。そうですよ。まあその後のあのね、 お城行って、うん、あの勝ちどき上げるのあったじゃないですか、うんうん、あれだってもう何か起こるぞって、もう下すごかったですから、人いて、うん、あの時ギリギリタクシー乗って、上田駅から、うん、上田駅からタクシー乗って、うん、着いて行ったら行われたんです、うんうん、あの小出真帆さんと2人でダッシュで行って、歩いていけばすぐですよって言うんだけど、小出さんが、え、間に合わないかもしれない、何か分かんないけど察知したみたいで、ああ、やっぱりそう知ってたんですかね、小出さん、あ、そうそうそう、あの団結師匠に言われてました。師匠と私と小出さん3人でこの界隈撮影しながらやってて、ね、うん、会いましたもんね、途中で。そう、それでやってて、市長に、うん、この後そこでやるから早く来い、うんうん、時間ギリギリだって言って、タクシーだって、タクシーで、うん、ワンメーターだったんですけど、ね、あれもすごかったですね、うん、で、そうそう、それでね、これで帰るじゃないですか、うん、ね、皆さん帰ってしまうんですよね。だけどね、また遊び来てくれるって言うから、うん、まず4月に来てくれるんでしょ。そうね、真田祭りには多分来てくれる。真田祭りの前に山鹿神社の例大祭もあるから。あ、そうだ、今年そうじゃん、うん、それも来る、うん、そうだよ、ね、だけど完全にね、うん、あの来る前よりもうどっぷり使っちゃってるのね、もう、うん、そうね、もう後戻りできない感じがあるよ。そうだよね。いやでもいいと思う、それで、うん、待って、もう自分が盛り上げられてさよならって言ってもあとはもう知らないですみたいなよりは全然いい、うん、そうね、あのもう忘れられても勝手に来るから大丈夫です、大丈夫です、そんな、はい、もう皆さんね、忘れもしませんよ、去年じゃあまた呼んでくださいね。え、もちろんです。あのちゃんとあのはい、ツイッターとかちょこちょこ見てて、来てたら遊び来るってちゃんと連絡しますから。あ、じゃあちょっと早めに休みだって、金曜日の夜から来ますか。あ、まあ、ありがとうございます。はい。
あのギリギリでも、うん、ギリギリこの時間帯に来たとしてもそれからポンと入ってもらえても全然いいような形にしますんで、まあ公共交通機関に乗ってくると高いんで私も車で移動するんですけど、そうだよね高いんだよね、それはね公共交通機関使うと絶対最低でも5000円かかるんですよ、うん、まあ5000円安いもんですよ、うん、だけど車で行くとね、うん、2000円で行けるんですよ。え、そうなの、うん、ガソリンがね2000円分で来れるってことが分かった。え、嘘、ここまで、そうそうそう、嘘、高速乗らなければです、うんうん、ええー、ほんとほんと2000円給油すればマジっすか、着くんですよ上田に、すげえ。すごいでしょ、すごい、もうね味を占めてもうこれで来ようと思って、うわ、もう高速乗らないで来れちゃう。まあ確かに確かに、ね、確かに俺もね自分もね飯田の稲田に行くのにね高速なんて使わないですから ね、もう三沢山トンネルとか、あそれはしょうがないか、まあ、新和田トンネルとか通るのにね、うん、たまにあれだけど、それ以外はまあいらないかなって、確かにうっかり本当に雪の青木峠越えてきちゃった。マジっすか。すごかった、つわものが、つわものがいるここに。本当にね、一回あれもやりまして、本当にあのなんだっけ長篠の、うん、あの蓬莱寺の、それこそあれですよ、今のイーさんが一回逃げたって言われて蓬莱寺っていうとこがあるんですけど、そこを通ってずっと飯田の方に抜けて、多分そのお寺の近くも通ったかもしれない。あ、通ったかもしれない、うん、ずっとそれから上田に来た時もあったんですけど、すげえ、でも本当はね、うん、浜松上田直通の国道があった、なんかこれ前話しなかったっけな、してないしてない、え本当はあの国道が通ってるんですよ、上田浜松間っていうのが、上田浜松間、国道152か100、そう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 、152か152だと思う、あ152確か、うん、そう、国道なんだけどひどいって書いて国道ってなってる、あそっちの国道か、有名なんです、ちゃんと国道なんですよ、でも国の道路なんですけど、国の道路なんだけどすごいとこ通るやつあれね、あの途中でもう道崩れちゃってて通れないあの国道、あそうそうそう、あれがね生きてれば上田浜松間は一本道だったのに、はい、はい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 、有名な有名なあれですね、有名なひどい道、有名なひどい道知ってます、知ってます、復活させてくれないかな、そしたら上田浜松行きやすいのにな、行きやすいですよね、うん、確かにありましたね、そういえばね、うん、なあ152だ、そうそうそう152だ、途中で崩落してるんですよ、そう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 。すごい道です、うん、すごい道、この辺はね車で行くより電車の方が早いってとこなんですよ、うん、そういうとこですね、確かね152、あとは三州街道を通ってくる道もあるし、うん、飯田街道、三州街道を通ってくる道もあれば、あ、はい、うん、あとね、なんか、あ、そう、中山道を通ってくるルートもあるんですよ。へえ。で、中山道の方が途中に道の駅多いんで、私、この間はそっち通ったんですけど、うん、うん、まあ、そっちの方に行っても、またちょこちょこ来ますよ。ね、うん、でね、先ほどからあのメッセージいただいて、まあ、上田の魅力ということでね、はい、ラジオネームないんですけども、うん、四季の、ね、表情が豊かな里だと思います、これからは桜の季節なのでいろいろなところに出かけたいですということですけども、うん、去年桜見ました、いろんなとこ行って、見てない、いろんなところ、いろんなってか上田の中でいろんな、まあ、そこを一番ね、まあ、そう、あ、だってお花見の後にここに、あ、そうじゃん、花見の後来てもらったんだ、来ましたよ、来ました、そうだ、私花見主催しましたよ、主催して主催して行ってて来てもらって、そうそうそう、で向こう行ったら電気が消えたって、そう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 、そうだよね、なんかもう撤収したよって言われて、あ、すいませんってなったんですけど、あったね、そういう感じ、まあ、また今年もねできれば花見主催したいんですけどね、やりましょうよ、うん、別に金曜日じゃなくても、うちカメラ持ってってそこから中継しましょうよ、あ、やりましょうよ、どんちゃん詐欺じゃ、もうそれでいいと思いますよ、うん、で号令かけてもらって、うん、ダーってやってもらって、なんかちょっとやりましょうよ、やりたいっす、ね、ぜひぜひ、またお花見超楽しかったっす、もうね、もういろんな人来てくださって、それこそ自由士とかも来てくれて、あ、そうなの、そう、優しいですね、みんな、すげー、うん、皆さん本当に、だけど、まあ、プチラパンのシェフが、うん、なんか吹き味噌とか作って持ってきてくれたんですよ、すげー、めちゃくちゃ美味しいし、あの人すごいからね、すごい、もう風間さんね、ね、いい人ですよ、うん、そう、いやいや、あとなんか他にもメッセージが、うちの、ね、常連のラジオネーム箱根のタクシードライバーさんからメッセージいただきました、はい、いつもありがとうございます、ヤギさん7代目雪村様、元雪村様、うん、こんばんは、プレミアムフライデーなのに神奈川県からタクシーで聞いています、
今日暗い、今日ね、私ね全然知らなくてすいません。あのプレミアムフライデーは何がプレミアムなんですか？ただ単にあの、月末の、はい、月末の金曜日は3時になったら退社するようにっていう意味のわからない政府からの通達があったんですけど、はい、聞いた話、ね、いろんなところから情報収集するとプレミアムフライデーで3時に帰った会社、うん、日本全国の会社の中で1割 1% だそうです。いやそう 1% だよ、意味ないじゃん、うん、急に言われても帰れないですよ、うん、ですね、でそうなったんですね。そういう話があったんですけど、多分まあ皆さん普通にみんな仕事してたし、うんうん、なんか周りでの友達も普通に仕事してるよみたいな感じですけどね、うんうん、まあ、そんな感じ。私も6時まで仕事してましたけどね。まあね。でまあその後です。上田の魅力、うん、神奈川県の、神奈川県の私が見てうまい食べ物と上田電鉄ですかね。それがあれば良いです。もっともっともっと来てくださいよ。来てもらえば。貪欲に来てくださいよ。もっとそれで満足しちゃダメですよ。ね、七代目元雪村様に なってしまいましたが、いつまでも応援していますよということです。ありがとうございます。あ、そう、あのパーカーご注文いただきました。パーカー出来上がってますんで。出来上がってますんで。あのさっきお題をヤギさんにいただきましたので。後で請求が、請求が来ると思います。すいません、ありがとうございます。ちゃんとあの白いサインペン買いましたんで、これから一筆書かせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ということでね、先ほどちょっと見せていただいたんですけど、とても綺麗なね、うん、そうそうそう、見ます。ちょっとまあね、今後ろの方でガタゴトガタゴトやっておりますけど、ですね、じゃあここでですね、もう一通ね、お久しぶりです。7代目活動お疲れ様でした。ありがとうございます。上田のいいとこ、上田市民の山、太郎山から見る富士山、うんうん、甲府のなんだ、親方様、親方様を眺める気持ち、うん、こう見れた、あ、見れるんだ富士山。た太郎山から見る、うん、太郎山の先端にある、の真田ゆかりの山城ね、豊洲城から見眺めることができる富士山、富士見百景、うんうん、あ、確かにいろいろ富士っていうね、あの地名、まあ、富士山とかね、うん、ありますよね。あるある。はじめ富士山かと思ったら富士山だ。富士山で、その隣って言ってもらうんですけど、うん、富士竹山も、富士竹山、あー、なんかあったな、なんか富士っていう山が2つ並んでますよね。そう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 、ね、とっこさんの、うん、そう、あるある、弱気ぐらいに、で富士山村っていう村もあったんですよね。そう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 、富士山村ってあった昔、うん、そうそう、それが今ではね、富士山なんだろう、まあそんな感じで地名がまだ残ってますよね。あれは地名も残ってます。だから要するに富士山が見えるっていうところでついたらしいですけど、うん、あ、やっぱりそうなんだらしいですけど、いや私実際あの東屋さんと猫岳登った時は、うん、見えましたよ。でも東屋さんまで登って見えたぐらいだ、見れるんですね他の山でも、うんうん、あ、ちなみに先ほどのメッセージは生倉さんからです。はい、ありがとうございます、はい、師匠。で、そうそう、結構あの上田だと佐呂山から見えるのか、空気が澄んだ時だと、うん、あと普通に小諸市から見れるからね、小諸の、まあ結構見れるんですね。意外とね、この辺見ようと思えば見れるとこいっぱいある。逆にね、山梨の大月あたりからだと微妙に見えないんで、山あって、まあ手前にね、阻まれたらそれは見えませんよね。近くで阻まれたら見えないですよ。そうそう、近くで、そうか、あ、そう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 、出来上がった、これです。あれ見れるかな、これです、引っかかってる、これです、これです。ね、こっちか、こんな形ですけどね、はい、はい、真田タウンって入ってます、入ってますんで、はい、後でサインしていただきそうです、ね、はい、お送りします。はい、ありがとうございます。あ、通信がありますよ。通信何でしたっけ。通信、歴史空想ラジオドラマ真田正夫、歴史のあの時実際どうだったなんて、毎回空想の歴史人物をゲストに迎え語り合う連続ドラマはどうでしょう。今年は大政奉還150年、幕末の上田藩士も関わる壮大な スタンプラリーやりますよ。あ、赤松小三郎さんのことですね。あ、うん、てかぜひあのじゃあこうしません、あの収録動画持ってきますんでやりません。決まりました、おめでとうございます。やりましょう、生倉さんやりましょう、ちょっとあれ織田信夫のやりましょうちょっとパクリじゃないですよね。大丈夫です、やりましょうちょっと、これ面白そうじゃないですか。いや私もじゃあ出よう。あ、全然いいじゃないですか。
これさ、なんかシリーズってか別にあの不定期でいいわけだからこれ、はいはい、出来上がったら出来上要するに喋ってもらって、うん、こっちで編集して流せばいいだけだから、うん、あ、入稿お待ちしてます、よろしくお願いします。いや、なんか一つ番組ができ始めた、できましたね、できたぞ、おめでとうございます。いや、じゃあ次行きましょうか。次もうちょっと来ましたよ、来ましたね、来ましたよ。ラジオネーム佐藤さん、佐藤さん、ラジオネーム佐藤さん、なんかあの表示されてる名前の方がハンドルネームみたいな感じちょっと違うんで、違うんですね、うん、はあ、じゃあ読み、読み、ちょっと待って、こっちで出します、はい、あ、じゃあ読みます。私は昨年上田に幾度も訪れて、たくさんの方と縁ができました。優しさあふれる上田が大好きです。元7代目雪村様は昨年上田に来てどんな出会い仲間ができましたか、ね、佐藤さんありがとうございます。だそうです。どんな出会い、まあ、元々上田って私何回も来てたから知り合いはもちろんね、仲間はいたんですけど活動する、うん、そうじゃなくって、うん、あの縦サークルの仲間とか、うん、その行ってるお店の人とかは知ってたんですけど、うん、そうね、本当に町、サラダ町に住んだじゃないですか、はい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 、自治体の人とかが、はい、なんか8班のこなんかそう何班のとかなんかあるじゃないですか、うん、あるあるある、そのそういう懇親会とか本当にローカルな懇親会とか出させてもらったりとか、うん、あと自治会のお祭りとかにも呼んでもらったりとか、うん、でなんかもう大体みんな知ってるみたいな、その辺 でこれって私今までこう全国転々としてきたので、うん、大体ね、なんかあの転がる石に苔むさじゃないですけど、うん、こうローカルな世界になかなかこう深くは入り込めないまま終わっちゃうんですよ。なんか勤めてると、はい、自治会非免除とかあるじゃないですか、とか、まあ、でも頑張って入り込もうとするんですけど、実はですね、上田に1年間しかいなかったんですけど、うん、あの愛知県より全然深いとこまで来ましたね。3年いたはずなんですけど、うん、全然深いとこまで来ましたね。あらあら、だって自治会活動とか、うん、なんか誰が近くに住んでてとか全然分からなくて、実は昔住んでたその実家はい、でもそんなになんかその同級生とか以外の付き合いなくて、うん、道も自分でね車乗ったりしてるわけじゃないから覚えてないし、はい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 、とかいろいろあるんですけど、本当に上田来てもう上田の方が分かるんですよ。あ、どこどこって言われたら、ああそこねみたいな、もう最初で分かるんですよね。もう、あ、本当に地元にあれしちゃってるね、うん、待って、横沢ガードだ、横沢の人かとか、そういう日のなんちゃらとか、なんていうの、あ、あ、はいはいはいってやつね、うん、そうそう、なんか材木町というのもあの辺ね、ああ要するに地元の、要するに地名に載ってない住所を言われても分かるってことね。そうそうそう、あの、はいはい、あの辺のとか言われたら大体、ああ、あの辺ねって、うん、分かる、自分が、ね、うん、それこそ、まあ、塩田とか、はいはい、竹市とか、うん、あっち行っちゃうと分かんないですけど、もう完全に真田のね、うん、真田とかこの上田市街のあたりだったら、なんか地元の人より同じとこスタートして、うん、どこどこ集合ねって言われた時、なんか自分の方が裏道行っちゃって早く着いたりとかするし、なんかね、なんかありそうですね。そう、本当にそういうのができたのは1年でここまでっていうのは、本当にね、地元のつながりがもともと強いんだろうなと思うんですよ、うん、そのコミュニティがもともと強固で、そういうつなが、うん、綿密なつながりがあるから入り込もうとした時に、本当にそういうところで、なんだろう、一気に人脈が広がるっていうか、うん、地元の人たち仲いいなと思いましたよね、本当に。それこそ商店街の人もみんな仲いいなって、まあいろいろあるんでしょうけど、うん、すごいそのローカルパワーがすごい感じがします。意外とね、そういうことだから、多分住んでる方々はずっとここにいるから、うん、そう、愛着があるし、愛着あるし、他のことわからないから、自分たちがどれだけすごいのかってこと分かってないんですよ。そういうところは確かにもったいないですけどね、うん、あとそう、どんな人脈できたかっていうと、うん、なんか私みやみやたらにその辺のお店を開拓したから、お店の人みんなすごくよくしてくださったし、へー、
今もガンちゃんね、行ってきたけど、ガンちゃんのおかみさんとかマスターすごいよくしてくれたし、うん、そこの好みのおかみさんとか、はいはいはい、もうあのそれこそすぐそこのどんまるさんのね、お母さん、いつも働いてるお母さんとか、うん、もう大体行けばいつもので通じるみたいな。あ、うん、もう大体いつもので通じるっていう そこだよね、うん、もうすごい、もう本当それですごい、うん、それできるってことはすごいなと思う、いやいや、もう本当にね、地元の人たちと仲良くなるってのが一番、もちろん来てくださってるファンの方とか、うん、あの上田のファンの方々ね、うんうん、いつも会えばあの行けば会えるみたいな方々、うん、もう本当に仲良くしていただいて、うん、なんかありがたいなと思うんですけど、もともとそれだけ上田はね、魅力があって来る人がいるから、そこの私が入ってた時にもね、なんかいろいろ教えていただけたりとかして、ありがたいことだらけですけど、うん、ね、だけど本当に、うん、知らなかった上田を知ることができた昨年、うん、我々自体もそうだと思います、うん、そうですね、うん、そんなこともあって、その年にね来ていただいて、うん、これだけの人脈だったり、なんだろう、うんうん、まあとにかく素敵な出会いがあった昨年、ね、うん、もうこんなに上田って何、地元の一人一人が何かしらね、やってる人だったりとか、うん、そのちょっとそこで出会う人が本当に実はご当地ヒーローやっててみたいな、ああそうだ、ね、そういうことやってる人とかね、そういうことやってる人多いんですよ、結構多いね、うん、だからそういう地元の頑張ってる人たちと知り合えたのが本当にいい刺激になって、うん、自分も頑張ろうって思えたし、うん、いいお手本になっていただいて、ね、武将隊の方もそうですけど、ですよね、うん、武将隊の人たち本当すごいもんね、うん、まあ、本当に地元がやっぱり好きなんでしょうね、皆さんだろうね、うん、それはまあ、それは間違いないです、みんな上田が大好きですね、うん、もっとね、だからなんだろうね、さっきもちょっとあの一番最初ねメッセージ読んだんですけど、今後の観光面ね、本当にだから言うじゃないですか、大河ドラマ終わった後、うん、ゴーストタウンになるようじゃないんですけど、さあここからですよねって話なんですよ一番は、うん、もう私大河ドラマ5号の時も滋賀県で大河ドラマ館の館、はい、のあたりいたんですけど、うん、まあ、でもその時小谷城に10万人来て、最初のその、はいはいはい、ドラマの、ね、うん、放送中に、うん、次の年も2万人は来たので、お多分ね今から来る人も結構いると思うんですよ、で去年1年間やっぱり去年来ないと見れないみたいなプレミアム感があったから、それで人たくさん来たけど、うん、その後やっぱりこう面影を求めて、やっぱりね今でもマルロスっていうジャンルがしっかりあるじゃないですか、もうマルロスっていうもうハッシュタグつければ出てきますからね、サウナマルロスっていうのがいっぱい出てくるんですけど、出ますね、そういう人たちが面影を求めて上田に来た時に、どこまでこうね観光をおもてなしできる要素があるか、うん、だろうね、だから、うん、まあ多分だから5月か6月になれば、うん、あの各レンタル屋さんにも並ぶと思いますし、うん、また見てもらってね、そうで、また来た時に、そう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 、なんか、え、なんかすごい、どこに行けばいいんだろうみたいな、なっちゃうと、まあ、悲しいけど、まあでも本当にもともと上田って魅力がいっぱいあったはずなんですよ、うん、ドラマがなくても、そうそう、この間ね、うん、そうこの間ちょっとあのサントミューゼの方でちょっと人に会う機会があって話をしてたんですけど、うん、一番笑ったのがその人も真田丸見てたんですって、やっぱり、うん、ここってさあの当時何だったのって言われて一言言いました、川ですってあの当時、あ、そうそうそう、あの当時ここ何だったのって、え、ここ川ですよ、え、川なのみたいな、川ですよね、完全にはそこ千曲川のね、うん、下なんて、うん、って言ったら、え、そうなんだ、え、俺今しくて昔川のとこ立ってんのって、そうです、そうそう、あ、ママガフチのこと、そうそうそう、だからあそこまでね川だったから、うん、そんな話をしてたりとかして、うん、だから結構ね初めて来たって方でも去年のあのドラマ見てる方多いので、うん、ここは何だったとかって、要するに昔何そのあの真田丸だった当時、うん、ここは何だったのかっていう、そういう話を、そうですね、そう、そういう話を
まあちょっとね、この間まで間に合わなかった AR とかあるじゃないですか、あれをちょっと少しずつつけて、うん、いけば面白いかなと思って、ね、結構最初のうちにでもブラタモリで、ね、うん、いろんなそういう紹介してもらいましたけどね、ええ、大変でした、いろんな意味で あの地図が大変でした。造反しないって言って作った本が最初は全く売れなくて、あのタモさんたちが使った瞬間にダーって売れちゃって大変だった。え、もう買えないんですか？え、もう売ってません、絶版ですもん、完全に。そっか、あれは去年、放送直後から3週間だから1ヶ月の間に全部なくなりました。あの出版社に話、うちの会社で取り寄せて、はい、いろんな全件に置いてあるもの全部回収して売りましたけど、もうないです。もうないです、あれ。そっか。そう。で、そのね、話で、うん、ちょうどここ、この目の前が、だから、ここの名前、大手門スタジオって言って、うんうんうん、大手門がここだったんですよ、うんうん。だからその名前付けさせてもらってるんですけど。うんうん、はい。そっか。ねえ。でもね、もともとのその、なんだろう、上田城を静かに見られるっていうのも、今ならではですよね。うん。うん、まあ、前よりは確実に人多いんですけど、うん。もともとね、静かにこう散策して思いを馳せる人だっていたわけじゃないですか。そう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 、そういう楽しみ方もありますからね。ありますね。うん、ドラマの要素だけを求めてくるとちょっとね、あの、ん、お客さん来ましたよ。いいですか？いいのかな？なんかね、オンエアっていうのを見て、うん、やってるんだって。そう、やってますよ、やってますよ、やってますよ、放送してますよ。そうそう、外になんかスピーカーとかつけて聞こえるように したいんですけど、いろいろと問題がありまして、はい、ええ、そうなんだ、ええ、いろいろ問題がありまして、いろいろ問題がありましてちょっとできないですけど、うん、そうなんですね、ええ、そっか、そうなんです。まあでも本来の上田の、なんだろう、静かなサラダの里っていうのも今楽しんでほしいな。あ、まあ確かにね、うん、去年すごかったから駐車場止めるに止められなかったし、うん、ゴールデンウィークの時は大変なことになってたので、なりましたね。あの、今は駐車料金もちょっとお安くなってますし、そう、ね、まあぜひね、来年っていうか今年の4月だよね、4月の真田、千本桜祭りは見に来てもらいたいですね、やっぱり、ね、そうです ね、千本桜はすごい綺麗ですし、そうですよね、うん、ね、なんかね、ぜひ来てもらいたいです、今年は、うん、そうですね。まあ、去年いろいろあったけど、今年は多少多分あの少なくはなってると思うんですよ、いろんな部分で、うん、けど桜は今年もずっと一緒に咲いてますからね、うん、また今年もありますんで、はい、ですね。で、その、はい、千本桜祭りって今年、はい、4月1日から16日までだったと思うんですよ、はい、多分確か、うん、だったと思うんですけど、うん、ね、今年の上田真田祭りはもう日付決まってます。4月29日、うん、何曜日だっけ、29日、あ、土曜日だ、うん、土曜日が、今年上田真田祭りなんですけど、はい、まあ、ちょっと今例年より告知が遅くなってしまっててあれなんですけど、はい、今年も決戦劇やります。お、やるんですね。はい、やります。で、実はですね、その参加申し込みがもう始まってまして、はい、期限がね、3月の頭なんですよ。ちょっと短いんですよ、応募期間が今年。今年なんか急に出てきたんで、そう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 、びっくりしてるんですけど。そうなんですよ、ね、なのでちょっとあのいつもね、出てきていただいてる方、楽しみにしていただいてる方いっぱいいると思うんですけど、うんうん、ちょっと急いで応募出していただきたいな。ぜひですね、ぜひぜひ、はい、でなおかつですね、今までは私あの11月のコンテスト、雪村コンテストで選ばれた、歴代の雪村子が、うん、観光もてなし部署の雪村子が主役の雪村役を務めてたんですけど、うん、はい、今年はですね、3月11日に雪村オーディションがあります。オーディション、はい、あら、まあ、うん、この決戦劇の雪村子を選ぶオーディションがあるんですよ、うん、ね、それにね、ぜひ応募していただきたいな。勇気を出して、ね、雪村やりませんか、皆さん。ぜひぜひ、皆さんぜひ雪村やってくださいよ、お願いします。ちょっと、ね、私の後を継いでくださいと。そう、ね、私もそうですよ、あの審査員の方で、あ、やっぱ ね、そうだよね、出る、そうそう、去年は雪村コンテストなくて審査員できなかったんで、ね、ぜひね、今年はあるそうなんで、うん、
今年というかね、時期、ね、そうそう、急遽急遽始まるのである、ね、ありますから、ぜひぜひ皆さん、はい、我こそはという方、うん、今年の、お題は第二次上田合戦ですので、はい、まあ、もうまさに真田の真骨頂ですね。ここはもう上田における真田の真骨頂です、うん、なので大軍を退ける、うん、雪村公の役をぜひね、我こそはという方にやってほしいんですよ。なのでたくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします、はい、あの応募につきましては、うん、上田市のホームページに掲載されてるんですよ、はい、あの募集要項と募集用紙が載ってますので、うん、ぜひね、あの見ていただいて、お手数おかけしますが見ていただいて応募していただきたいなと思います。今年は応募、一般の応募枠も60名ということで、うん、去年まで100名だったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっとね、うん、ちょっと規模が縮小されて、時間もちょっと30分間という枠なんですけど、ね、ぜひ盛り上げるのにあのお力を貸していただきたいと思いますので、うん、何卒ご注目と、あとはまあ情報拡散も合わせてお願いしたいなと思います、ねね、またうちも、私のこのマチスタも、うちの PR も兼ねてですね、はい、いろいろと出陣しまして、はい、いろいろとやろうと思ってますので、今年も去年はあの駅前の方でやりながらいろいろと放送させていただいたんですけども、今年もなんかやるようになると思いますので、ね、はいはい、あと何かちょっと突然 PR してもいいですか？問題ないです、どうぞよろしくお願いします、さっき節分の話をしたんですけど、しましたね、私真田神社森人会、前ここで PR させていただいた森人会の、うんうん、この度ですね、正式に広報担当ということになりまして、ありがとうございます。でですね、今年から山田神社境内にある真田神社の方でも、うん、節分祭を初めて開催させていただきまして、うん、ね、カリガネ踊りを踊ったんですよ、カリガネ踊り、本当にやったの、やりましたよ、カリガネってやったんですよ、うん、で結構ご好評いただきまして、私の想像以上に本当に皆さんね、楽しんでいただいて、はい、すごい笑顔のあふれる節分になって嬉しかったなと思うんですけど、うん、なんとね、山賀神社の節分祭にお越しだった長野さとみさん、お父様と、あ、はい、奥里さくらさん、うん、もうこっちの節分の方にも参加していただいて、そうだよね、実際にこう、ね、お父さんの生カリガネ踊りが見れるっていうこともあったんですけど、うん、そうそう、私がねその時に、うん、山川神社の方で芸能人の方が来られるので、うん、真田神社の方でもちょっと特色をつけようと思って、はい、制作させていただいたものがあります。こちらです。それがですね、これです。これがですね、山賀港真田神社って書いてあるんですけど、アクリルキーホルダーです、はい、でこれですね、この絵がなんと先ほどお話しした真田信綱港をイメージして書いていただいてるんですけど、うん、これがね、山賀神社の中にある真田神社の森人会の公式グッズということで、ですね、名古屋の名雄さんっていう方にイラストをご提供いただきまして、うん、こちらのキーホルダーを50個投げました、神社で節分祭の時に。長野の節分ってこう物投げるじゃないですか、すごいですよね、これあんまりないですよ。そうなの、うん、普通だと思ってるんだけど。普通だと思ってるでしょ、うん、あんまないですよ。そうなんだ。物理的に投げるって、この渡すものを普通に直に投げるって、普通に投げてることしか知らないから、うん、節分って地元でしか知らないから、ね、投げるもんだと思ってるんで。普通投げますもの、投げてる。だってトイレットペーパー飛んでましたよ。うん、飛ぶよ、普通だよ、いろいろ。だからそういう、だから豆以外のものも投げるって、うん、そう、私最初呼んでもらった時に豆を投げるのお願いしますって言われたから、てっきり豆投げると思ったんですよ、うん、そうで、そしたらなんかどっさり、うん、なんかいろいろ出てきた、ペンとか、うん、なんか、え、これどうすんのって、これも投げてって言われたでしょ。そう、名店になったでしょ、これを投げて、これ大丈夫ですか、怪我しないですかみたいな。大丈夫です。そう、ちょっとね、最初びっくりしたんですよ。だから強いですから、うん、皆さん強かった。長野県民基本的に強いですから、うん、なんかもう落ちたそばから奪い合いが発生してて、ええ、みんな怪我しないでねと思いながら投げてた。そうどこじゃないですよ、もう持ってくつわものいますからね。もうすごい、なんかもうだって段ボールとか、そうだからもう入れるものはもう取るんじゃなくて、そうもう入れるっていう、ここに入れて、ここに入れてって、ここって、あ
はいみたいな、そう、こんな感じ、そうそうそう、すごい、それ基本だから、うん、いやそれなかなか私今までいた地域で見たことないんですけど、すいません、長野県特有でございます。で、あとね、最近ここで落花生投げるでしょ。はい、投げます。それもね、私初めてなんですよ、ここに来て。え、そうなの。うん、私関東と、あとまあ京都とか、うん、そっちのあたりと、はいはい、あとまあ東海地方ですよね、うん、全部大豆だったんですよ、行った大豆を投げるから、はい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 、大豆だと思ったら落花生だったっていう、そのダブルの驚き節分ってこんななのみたいなあったんですけど、やっぱ違うんだね、この辺ね、違うんだ、まあ、地域で結構ね、東日本は落花生が多いのか、うん、そうだったっけ、分かんないけど、落花生しか知らんけど、でも落花生は落ちた後も食べられるからいいなと思いました。食べられます、純粋に、うん、食べられます、ね、だって大豆ってもう投げたらダメだね、うん、もったいないもん、そういうことだね、うん、ね、本来豆投げるのって、うん、鬼はな、そうたくさんあるものを見ると数えずにいられないから、数えちゃうから気がそれるんですよね。だから豆を投げて退治するんじゃないですよ。あ、うん、そういうことね。だから別に数えるのが大変になれば大豆でも落花生でもいいはずなのでいいですよね、食べられるし、うん、ということで、そういうことだったんだ、うん、そう、まあちょっとそんな感じで、これはグッズをですね、ちょっと50個投げさせていただいたんで、持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、すごいね、うん、このオリジナルグッズまだ未だにですね結構数がありまして、山賀神社の境内の手作り工房ゆいというお土産屋さんで販売中です、ね、はい、でこれですね、真田神社って名前が入ってるんですけど、うん、これを身につけることによってですね、来たる2019年、うんうん、真田神社が先座100年を迎えまして、その時に正式にですね、山賀神社の中のその真田神社って今信綱さんとか正輝さんって正式に合祀されてないんですよ。あれ、そうだっけ、うん、たまにこう過去のやつ見ると名前が出てることあるんですけど、うん、正式に合祀されてないので、あら、まあ、ちょっとねその時に合祀したいなっていう願いがありまして、うん、ね、信綱さんのこととこの真田神社のことを思い出していただけるようにっていうのと、はい、身につけることによって、それ何ってなった時に、これね、上田町の真田神社の方が圧倒的に有名じゃないですか。まあ確かにね、うん、それはそう、うん、でもこっちが松代真田家公認の真田神社が真田町にあるんだよっていうことをですね、ぜひね皆さんにも宣伝していただきたいなと思いまして、こちらぜひぜひ持っていただけたら嬉しいです、ね、まあね、そこの上田城の真田神社ね、昭和になってからだけ名前変わった、そうなんですよ、もともと昭平神社ですね、そう、昭平神社です、うん、松平神社と書いて昭平神社だったんですよ、そう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 、そういう神社でしたからね、はい、名前変えたんで、本当の真田神社は上ですから、はい、ね、ぜひぜひ、ということで突然宣伝でしたが、内容さんありがとうございます、いつもお世話になってます、うん、そうなんですよ、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、ぜひ、あ、とかむしろどうぞ、え、いいですか、すげえ、かっこいいねこれね、かっこいいでしょ、だからこのイラストが可愛くてかっこいいし、え、ちなみにね、はい、前もらったじゃないですか、ずっとつけてるとこ、わー、ありがとうございます、あ、ヤギさんすごい、私のオリジナルグッズも引退記念グッズもつけていただいててありがとうございます、歩いてますけど、もうね、ボロボロになるまでつけてください、満身そうになるまで、だけど本当にそうやって、なんだろう、去年起こったことがあっという間過ぎちゃって、そう、うちもそうなんですよ、活動してたんですけど、うん、なんか真田丸をなんか追っかけるじゃない、いろんなそんな出来事が次へと次へとどんどん来てたので、気がついたら終わってたっていう、そう、激動でしたよね、本当にもう、あっという間、生き残るのに必死な戦国時代とかしていましたよね、そうそう本当にね、本当にね、なんかあっという間、あっという間でした、去年1年間は異常なぐらい早かった、なんかイベントに追われてたでしょ、うん、そう、なんかやべえ、今日から3連続だとか言いながら、そうでしょ、だからこっちもだからなんかそれの行事じゃないけど、うん、そういうものを追っかけたりとかすると、うん、なんか知らない間に1週間1ヶ月2ヶ月3ヶ月なんて、うん、あっという間、気がついたらもう終わってたっていう、そうですね、気がついたらあれもう真田丸終わりなのっていう、そうええちょっと待っての世界でしたからね、うん、もう消し炭になってるあ、なんかもう真っ白に燃え尽きたぜみたいな感じになってましたね、ですね、燃え尽き症候群になっちゃいけないんですけど、まあそうなんですけどね、けど、まあ、まあ燃え尽きたらとりあえず普通にですよ、はい、
上田城だったりとかね、うん、あの山鹿神社だったりとかそういうゆかりの地に行ってみてね、うん、昔はこういうとこだったんだよとイメージしながらね、うんうん、振り返ってみるのも絶対いいと思いますよ。いろいろだから行くとね教えてくれる人いっぱいいますから。そうなんですよ、我々真田神社森人会もいますし、そうあのボランティアガイドの人たちも上田城でまた活動してらっしゃいますから、ぜひですね、ぜひ。そうだから逆に去年来てた方々もそうだし、うんうん、行ってた人もそうだけど、あまりにも人いすぎて、そうちょっとちゃんとおもてなしできなかった。ちゃんとおもてなしされてないんですよ。そうあれだけで無理だもん、うん、もう自らおもてなしされに行かないと、うん、でなんかしてもらえないっていうそのもどかしさがね、そうそうそう、うん、あったと思いますし、なので、うんうん、まあ多少ね去年よりは全然今、うん、お客さんの方はね引いてはいますけれども、うん、まあもうちょっとねあと 1,2 ヶ月経てば暖かくなりますから、そのしたら来ていただければ、うん、昨年以上に細かいとこまで、はい、そうもう今度からディープな感じでね、そう聞いていただいたり見てもらったりと調べてもらうことができると思いますので、なおかつ風林火山も見ていただくとなおさらよし、面白いですよね、はい、もう超面白いです。あと昔の武田信玄も好きなんだけど ね、あれも好きでね見てたんですけど、うんうん、あれも結構この辺ね、うん、昔ながらですけど、そう、ね、おじいちゃん出てくるし、そうですね、おじいちゃん超かっこいいな、おじいちゃん超かっこいいさ、あれもう頭を抱えるかっこよさもう あのねどうもおじいちゃんがね武田にねあの入るときにね、うん、あの5ってあるじゃん、はい、5の盤面持ってドーンとかって やるシーンがあるんだけど、あれが一番かっこいいから、おじいちゃんって何であんなにかっこいいんだろうな、超かっこいいですよね、悩ましいね、ちょっとおじいちゃんでもやってもらいたいなってあるんですけど、個人的におじいちゃんでやってもらいたい、じゃあもうこれからおじいちゃん推しでいきません、うん、そうそう、ね、おじいちゃんだからおじいちゃんのあれやってないじゃないか、あんまり、そうおじいちゃん、うん、もう主人公でいいですよね、全然いいです全然いいです波乱万丈すぎて、ね、波乱万丈すぎて、あのおじいちゃんのね、うん、話ちょっとみんなで勉強したいというか見たいよね、やっぱね見たい、私だって長元寺まで行きましたもん、あの安中の上州、あ行ったんだ、うん、あのね、しばらく滞在してたって、うん、上州にね囲まれてた時、だからね、行きましたぜひちょっとねおじいちゃんのでちょっといろいろと足取りを見ながらちょっといろいろ勉強もしたいし、ね、見たいし、ね、うん、聞いていきたいなと思います。まあ本当1年間かけて雪村さんとか信之さんとか正幸さんと本当にすごい有名になったと思うんで、うん、もうねその上の世代の人たちがどんだけねこの泥臭いかっこよさを持っているかっていうことにみんな気づいてほしい。確かにそれはそうだよね、うん、すごかったんだよね、だってここだから、沼田とこっちと、うん、だから、うん、ずっと行き来してたりとか、そうそう、いろんなとこ転々として、そうなんですよ、それでここに留まったって話ですよ ね、なんかもう今年もその上州の方も、はい、大体信行さん推しだったじゃないですか、はい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 、だけどその前にね、まあ、矢沢さん含め、ね、そのおじいちゃんとかがね、超かっこいい、どんだけ頑張って上州をねこう上州の地にこだわってそれを守ってきたかとかが、うん、分かるとさらに胸熱ですよ ね、この、真田丸の中でも矢沢のおじいちゃんが絶対に沼田は譲らないって、あのそのね、あれはね、ここあの理由がそこで全て明かされるみたいな感じがあるし、あのお鳥様、うんね、お鳥様の若かりし頃も、ね、あの清水美佐子さんがやってるけど、しのめっていう名前なんですけど、うん、風林火山の中では、うん、あのお鳥様のスピンオフみたいな感じでもね見れますよね。あそうだね、見れるね、風林火山ね、うん、そうやってところどころ違うドラマ見るといろんなもん出てくるから、 それ見ていくととても面白くなるんで、ぜひぜひ皆さんおすすめなので見ていただきたい、うん、武田信玄もいいし風林火山もいいし、まあ、風林火山の方がすごいだろうね、やっぱねこの辺一番よく出てくるんで、まあね、でしかもあのよくよく見てると、なんだっけ、あの秀吉役をやった帯なたさん、うん、あ、はいはい、今回ね、そうそう、うんうん、今回真田丸で秀吉をやった、うんうん、あの帯なたさんが諏訪頼重役をやってたりとか、あのあ、ね、今回平野長安をやっていた近藤さんが、うん、近藤さん、はい、愛木さん、あそうだやってたわ、うん、あの出てくるんですよ、いろいろやってますよ、だからそう、とかね、あとあの大人気直江兼続役を務められた村上信五さん、うん、雪高様の配下で出てきてますんで、そうだ超かっこいいんですよ、あの真田の本懐っていう回で大活躍しますから、もう真田の本懐っていうこのサブタイトルがすでにかっこよすぎて、うん、もう
気絶するレベルなんですけど、もうね超活躍します。篠原さん役だったかな。あ、うん、やっぱねそういうね違うよね、見るとこがなんかやっぱそうそう変わってくるじゃないか。一、うん、つのドラマ見ちゃうと違うの見ると、うん、その同じ時代の話をしてるから、うんうん、連携してるんで、そうそう、そこではこうやった、あそこでこうやった。だって久々にね独眼竜政宗見たの、出てくるんだよ。まあね、ね、あれ大河は大体ね、なんか出てくる人は、そう、大体出てくるから、あ、うん、でそれでそういう話していくと、いやそこはさとかって思いながら見るんですけど、うん、やっぱりね歴史をそのまま、ね、動かすことできませんけど、はい、いろんな角度で見れたりとかできるのは、うん、ぜひ皆さんの時間のある時に ね、 そうね、うん、そう、俳優ファンの方もぜひ見てほしい、あ、見ていただきたいね、うん、いろいろやってますのでぜひ見ていただきたいなと思います、はい、もはい、すいません長く、いえいえいえ、メッセージとかも大丈夫ですか。大丈夫です、これで一通り読んでますんで、はい、ありがとうございます、たくさんいただきまして。まあね本当にこれで、しばらく、もう3月になったら、ね、お戻りになってしまうということで、3月12日で最後なんですけど、ね、またあの上田に来た際はまたここも寄っていただいたりとか、と私もあの、4月の真田祭りはちょっとお手伝いしたりとかしますので、また、ま、あのカメラ持ちながら歩いていますので、はい、また一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。私いつかそっちの専属リポーターになりたいぐらいですいやそんなこと言ったら怒られちゃう。いやなことないですよ、うん、だけどなんかいろいろ、だからいろんなことやっていきたいと思ってますので、ぜひ、うんうん、一つよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。これからも忘れないでくださいね。もちろんです、忘れません。え、うちのあの準レギュラーですから、もうそれは不動ですから。ありがとうございます。じゃあもうそれも書いておこうかな、プロフィールに。あ、書いてもらって構いませんので本当ですか。ええ、ぜひあのそれはこの今後ずっとそういう形で準レギュラーということで、はい、ええ、ありがとうございます。来ていただいた時は本当に一番出てもらってるので。本当ですか。うん、本当に一番出てもらって、すいません、いつも呼んでいただいて、はい、いえ何言っちゃってるんで、もうちょっとトーク力を鍛えなきゃなと思いつつ、いつも喋っちゃうんだよね。そんなことないんですよ、うちは基本的に喋りたいことを喋ってもらうためのスタジオですからじゃあ今度あれやりましょうね、真田正雄、正雄、そう、正雄、正雄だっけ、真田正雄正雄やりましょうよ、ね、はい、やりましょう、やりましょう。今日 ね、はい、お父さんと、お父さんと一緒、超かっこいいですよこれ。そうそう、ちょっとこれ今日ね、熊っぽく、熊っぽいファッションで、熊っぽいファッションで、なんでしょうね、熊、山っぽい、山っぽい、うん、ね、すごいし、はい、ジンバウリ着てきました、ね、これかっこいいです。もう私はこれからもうあの赤いジンバウリ着るとなかなかね、あの勇気がいるのでこれで行こうかなと思ってもう引退したあとはねこれで行こうかなと思いますんで。なるほど、はい、はい、じゃあそれじゃあね、これでよろしいでしょうか。はい、またあの5月九度山の真田祭りも遊びに行きますので、関西方面の方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日のゲストね、なんて紹介すればいいんですか、元観光おもてなし部署の7代目長い、はい、長い、失礼しました、ね、真田幸村校に来ていただきました。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。タンタップダンスで荒川、タンタンタップダンスで、おおお、タンタンタップダンスで荒川、なんだか世界が弾んでくれて、肩に乗せて街へ繰り出すと、いつもよりも思われる自分より優しくなれた。タンタンタップダンスであれこうは、タンタンタップダンスで、おおお、タンタンタップダンスで歩けば、何度か世界が弾んでくれて、せい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 、
くさらがって君と出くわした欠番変更して一緒に